今日16日からは七十二候梅の実黄ばむです。今年は14日に関東甲信地方の梅雨入りが発表されて、梅雨入りしたエリアが広がっています。実は梅雨という言葉の由来は、梅の実が熟す時期の雨という意味からついたとも言われているんです。ここからは梅にまつわる梅知識を見ていきましょう。梅は収穫時期で用途が違うのをご存知でしょうか。このように6月上旬から中旬の青梅は梅酒やシロップ漬けに、6月下旬から7月上旬の黄色く熟した梅は梅干しに使用されています。そして梅が有名なところといえば和歌山県です。農林水産省によりますと、収穫量はなんと55年連続で日本一となっています。和歌山県は黒潮暖流の影響で1年を通して温暖な気候になっています。加えて梅雨の時期はたっぷりと雨が降ります。また水はけがよく、適度に水分を保つことができる土壌も兼ね備えているため、たくさんの梅を栽培、生産、収穫することができるんです。また梅に含まれるクエン酸には疲労回復効果があると言われています。これからの時期、暑さや湿気で疲れた際にぴったりですね。ぜひ美味しい梅を食べて元気に過ごしていきましょう。